やっほー。こんにちは。お昼休みかな、今、みんな。ハッピーバレンタイン。ちょっといろいろ準備します。ちなみに生地は作っててオーブン予熱中です。なんか冷やした方がいいっぽくて。そしてただいまこちら、今日はマドレーヌを作ります。ダイソー安定の、なんかマドレーヌの入れ物を作ろうと思ったんですけど、あ、なんだっけ、なんか言うとした、あ、今からお菓子作りします。マドレーヌを作ろうと思って、あのマドレーヌのさ、肩みたいな6個あるやつあるやんか。あれはちょっとなんかでかいなと思って、まあ、この1個サイズがあったのでこれをやります。今オーブン予熱中で、生地もあらかじめも測って混ぜて冷やし中。どっから置けんのと、うん、開け方が分からん。おう、上か。あ、失敗、めっちゃ失敗。バレンタインデーだよ、みんな。ちなみに、なんか一応生地的には6個入り。しかもこれアルミやねんけど、アルミの方がやっぱあれが通りやすいらしい、熱が。だからこれにしました。ちょっと余熱が終わるまでは何もできへんので、では一旦私が最近、もうすぐ1ヶ月経つと思うぐらいやってるおすすめの飲み物をご紹介します。まあ、これは友達に教えてもらったやつなんですけど、この紙コップにちょびっとだけリンゴ酢を入れます。ほんとちょびっと。そしてデリーン、トマトジュース、これを半分ぐらい、あ、もうなくなるわ、全部入れちゃう。トマトジュースを入れて、乳酸菌の薬、これを1錠飲むと、なんか体に良さそうみたいなので飲んでみる。なんかまだそんな始まやって1ヶ月も経ってないから、あんまり効果がわからへんけど、まあ飲んでいくことに意味があると信じて飲みます。酸っぱいの、でもこんな風に飲んでる、いつも。リンゴ酢だけだったら美味しいねんけど、あ、違う、反対、トマトジュースだけだったら多分美味しいねんけど、リンゴ酢があると酸っぱい。酸っぱっ。けどトマトジュースのリコピンの効果が夜から出るみたいなので、なんかよくぐっすり眠れるらしい。
でちょっと洗い物が楽なので紙コップに入れてますっていうのを最近毎朝飲んでる。あ、みんなクッキーいっぱいくれる、バレンタイン、ありがとう。おすすめです、みんなも飲んでみてね。ね、確かにキリエトレモンも好きやしさ、トマトジュースも好きやし、まあこれはお酢やねんけど、結構酸っぱいの摂取しがちかも。ちなみに、あ、マドレーヌの生地の材料は卵、薄力粉、グラニュー糖かな。あ、ベーキングパウダーとか入れてないぞ。ちょっと待ってよ。なんかそのためにベーキングパウダーを買ったのに。あ、やっぱいる、ベーキングパウダー 1g、 やっぱちょっとだけいるんだね。テリーン、だがしかしこんなに絶対使わないんですよね。ちょっとまた作ろうかな。生地を出すか。こんな感じです。あ、見えない、安定に。ちょびっとベーキングパウダーを小さじ1程度入れるみたいです。スプーンに。あ、失礼。サティワンのスプーンです。ちなみに今日はちゃんとふるいにかけました。薄力粉を。ちなみにマドレーヌは小学生ぶりに作る気がする。小学生の時にお母さんと作ったもので、こんにちは皆さん、お昼、今日はすごく暖かいみたいですよ。ハッピーハッピー、嬉しい。お、余熱が終わったかな。よいしょ。で、型にちょっとバターを塗っとこうと。なんか今さコメントであってんけどさ、私なんかマフィンがそんなに好きじゃなくて、なんかもはやさ違いが分からへんねんけどさ、もうマフィンとかさ、こんにちは。
ちなみに今日の朝はなかなか起きれなかったです。一回パッて目覚めたけど、あ、セーフ。安定にスクショいっぱいしてた。まあこの謎は地下のストーリーを見てください。あるあるじゃない。でもコメント見たら DM で結構なんかやってますっていう人おったから、よかったって。さすがにないなって人もいたけど。よし、まあ一旦6個ぐらい作れたらラッキーぐらいだもん。あ、マフィンもアメリカ式のカップケーキ、カップケーキもあるね。よし、これを生地を入れていくぞ。何で入れよう。これはちょっと違うけど、これで入れよう。大さじカップ。あ、意外とさ、トロンとしてる。これを入れていきます。なんか初めて一人で作るからさ、まあ、変にアレンジはせずに行こうと思います。膨らむからね、ベーキングパウダー入れてるから。ただいまマドレーヌを作っています。あ、テロップに変えておけばよかった。あ、こぼれた、最悪、もったいない。帰ってこ。マドレーヌを作っています。マドレーヌ作ってます。オッケー、マドレーヌ作ってます。マドレーヌはチョコチップ入れないね。なんか上からチョココーティングするのもあって可愛かったけど、まあ、ちょっと今回は初めてなので変にアレンジはせずにオリジナルでいきたいと勝負します。わかる、エシレのマドレーヌ美味しいよね。てかエシレのね、あれが美味しかった、フィナンシェ。でもさ、お菓子作りって基本さ、測ってさ、流し込むで焼くか冷やすかだからね。まあ、簡単っちゃ簡単やけど。だからさ、あのナッツライブのスタッフさんが毎回同じなんか作業になっちゃうから。やっぱその作るものをね、頭抱えてた。予定があるけど、お菓子作りとなるとさ、やっぱさっきも言ったけど、混ぜて冷やして固めてじゃん。だから、ね、作るものが限られてくるらしい。いや、むずいよ。お菓子作りの方がむずいけど。お、いい感じ。やっぱ6個ぐらいだね。6個の材料費でやったから、ぴったり6個。でもどのぐらい膨らむかが今想像できてないから。果たして美味しいのか。まあ、むずいことはないでしょ。オッケー。
すぐ水で濡らします。よし、天板天板。こんな感じで生地を流し込んでます。見せられへん。あ、なんか真ん中に、ちかちゃんの作る料理はお菓子はすべて美味しいよって、食べたことあった？ぜひ食べれるのはナッツライブで食べれるので、みんな応募してね。うわ、ちょい斜めになる。まあいっか、それも可愛いということで。よし、ちょっとこぼしちゃったところを拭きたい。おそらくもうすぐ終わるだろう。じゃねん。6個、あとは焼くだけです。何度だ、180度で14分くらいだって。余熱がもうそろそろ終わるはず。まだかな。ちなみに今日の夜配信をするって言ってんけど、ちょっと明るい。するって言ったんですけど、おそらく21時くらいになるかと思います。ぜひ見に来てください。暗いの、こうだと。まだかな。お塩の調味料がなかったから、今からお塩の調味料を補充しようと今やる。この前買ったんだ。でも絶対一人暮らしでさ、使い切らない量のお塩の量、これ。あ、できた。ではちょっと行ってあげてきます。いってらっしゃい。何度だっけ、何度だっけ。180度で14分。オッケー。なんか180度で14分がさ、まだこんがらがってさ、140度かなって一緒になった。わからんくなる。お塩、お塩、お塩、お塩。成功を祈ります。ありがとうございます。もうその言葉で成功します。てかこれ一回入れる前にさ、この容器洗おう。危な。いろいろやらかした。輪ゴムで止めます。袋で買うのおかしこいですよ。たでも絶対一人暮らしでさ、こんな1キロ買ってさ、使い切るわけがない。
シアって賞味期限あるのかな。あ、ない、まさかのないやつかな。たまにあるよね。ちょっと一回洗い物します。マドレーヌなんか意外と簡単。あ、でもお砂糖系はさ、いいらしいね。賞味期限結構長いらしいよ。てかないらしいから大丈夫だと思うけどね。私料理するときに絶対よいしょって言いがち。自分でもわかるこの口癖。よし、よっから小一もちょくちょく今日はじゃあちょっと15分くらいなので、みんなに焼き上がりを見せてあげよう。ちょっと配信しよう。もうちょっとみんなお昼休みに無理ない程度で見てね。あと10分だもん。ほら、じゃあ知花の今からお昼ご飯を作ります。もうちょっと解凍中なんですけど、バナナが入ってます今。ちなみに今から食べるのはこちら、てれん、ピタヤボールです。本当は解凍しなきゃダメなんですけど、ちょっとシャビシャビぐらいの、ジャリジャリかぐらいが美味しいので。あ、失敗。リンゴジュースをちょびっと。みんなはお昼ご飯食べましたか？ちなみに、ちなみに。今アサイボールを切らしててね、これになってるんですけど。はい、ちょびっとリンゴジュースを入れます。ちょこっと。まあ気分としてはがっつり系のなんか牛丼とかを食べたい気分なんですけど、さすがにそんなそこまでいっかっていうやつです。うわ、これからホルモンで昼飲みに行こうと思います。いいな。
浅いよりねちょっと甘いらしい。このピタはアイスコーヒー飲んで休憩してます。お疲れ。暗いな。消してはつけてしてる。なんかがっつり親子丼とか食べたいな。願望はでもさ、ちょっと作るのはなっていうね。でも買うのもなっていう時にいいのがこちら。開かへんねんけど大丈夫そう。つめち、あ、いいね。金姉さんのラーメンも悩んだ。ちょっと結局ラーメン祭り行けずで来たかったな。冷たい。これをちょっと半分に折って、私流の入れ方、ミキサーにぶちかむ。紅生姜ちゃう、これ冷たい。めっちゃ冷たい。そして蜂蜜ぐにゅ。私の、え、入ってるよ。金で入ってますよ。あとヨーグルトは私これ大好き。カスピ海ヨーグルトが一番好き。ちょっとなんかねっとりしてて、ほらこれにねきな粉入れて食べるのも美味しいんですよね。ちなみにちょっと、そしていつもこれを食べてます。一口だけ。これで完成。うわ、餃子とかも食べたいね。いいね。この前もつ鍋食べた。体という体からニンニクの匂いしたけど、まあいいんだ。すごい、あ、健康的な味だなっていう味してたから。ちょっと結構すっごい音鳴るかも。なぜならばまだ固まってるから。OK。 すいません、うるさくて。でもみんなのおかげで出来上がりました。ね、わかる。牛丼メンタルなのにさ、ピタヤボールで押されるのすごいよね。ガリガリしました。わ、めっちゃいい匂いする。こいこいこい。これに盛り付けていきます。新しいミキサーが欲しい。やっぱ家電が欲しいのかな今。お、ピンク。そうね、シャーベットみたい。てかフラペチーノみたいかも。スタバの雰囲気。オッケー、綺麗。
たんで、え、めっちゃ可愛い、見て、ジュースみたいだね。あ、いい感じに膨れてます。そして、そしてトッピングしていくよ。これ好き、よく見るやつ。優しい、送りたいけどって。そんな家電来たらもう感激よ。そしてこれも入れます。グラゴロ、これはチョコレート味です。なんかお母さんが来た時に買ってきてって言ったら、これを買ってくれました。グラノーラ。あ、バンホーデンの、バンホーデンか。ココア入ってる。お次は、これです。ちょっとずれた。なんか楽天で買ったココナッツチップス。だからいろいろ材料がさ、出てくんのよ、うち。一応ちゃんと揃ってるんですね。4次元ポケット並みに出てくるよ。こう見えて料理するんです。見えないと思うけどね。言うてこれに関しては何も作ってないからね、正直。あるものを混ぜて組み合わせていってるわけだから。まあ、このなんかアサリとかの盛り付けは全然自由で良き。で、最後にこれ大好き。やっぱバレンタインデーなのね。関係ないけど、このカカオニブってやつで、いまいちよく分かってるんだけど、なんかもうチョコチップみたいな感じです。これを振りかける。はい、完成。お、一緒に完成したよ。仲良しだね。はい、ということで完成しました。完成形はメールで送ろうと。てりーん。はい、ということでできたので確認します。お、お、素敵。怖い。じゃあみんなに見せてあげる。いい感じ、見て。じゃーん、できました。いい感じの焼き加減、めっちゃいい匂い。多分生じゃないはず。てりーん、完成です。あ、めっちゃいい匂いするもん。めっちゃいい匂い、見て、いい感じじゃない。できました、マドリーヌ。ちょっと後で竹串とか刺してみて。いや、多分生じゃない気がするけどな。大丈夫な気がする、この感じは。わいわい、あったかい、あったかい、このこれがあったかい。やったね。やっぱ天才かも、私。皆さんご清聴ありがとうございます。まあ、このマドレーヌはちょっと今日会う人に渡すんですけど、まあ、その人が報告するかわかんないんですけど、多分美味しいと思います。ということで、また夜にお菓子作りするので、9時ぐらいかな、あのショールームのタイムスケジュールに入れるので、ぜひそれを参考にして見に来てください。ありがとうございました。
今からお昼ご飯食べて行きます。できる女子。それな。ありがとう。ちかちゃん天才って優しすぎ。暑いかな。あ、大丈夫そう。見て。すごくない？でもね、意外と膨らんでないかも。もうちょっと膨らむかなと思ったけど。これ、あ、ちょっと柔らかいかな。どうなんやろ。ちょっと竹串刺してるな。あ、でも生地つかんから多分大丈夫か。うん、大丈夫。じゃあ一旦これを冷やします。ではありがとうね、バイちゃん。あ、なんか変なボタン押しちゃった。なんだこれ。